お久しぶりね、王子様。ソニア、どうしてお前はここに？あなたたちと一緒に旅をするために来たの。リーゼルから逃げたアクダムを追う旅にね。実はジェストン様からフェリシア様に連絡が入ったの。たった3人だけの旅は辛いものになるだろうからって、ファーレンから腕の立つものを送ってほしいと言ってきたの。それでその役目をこの私が買って出たのよ。ところでローの身に一体何があったの？まあちょっといろいろあってね。そうなの。私も彼ほどじゃないかもしれないけど、いくつか呪文を使えるわ。一緒にアクダムをやっつけましょう。しかし女と一緒に旅をするというのは。なんか文句があるっていうの？ないみたいね。それじゃ決まり。張り切って頑張るわ。よろしくね。また引っかかりましたぜ。今度は女まで一緒です。ああ、そうか、よくやった。この勝負が終わったら行くから、奥の牢屋に放り込んでおけ。いい、わかりました。おい、そこの女、こっちに来い。残りの男どもは甲板掃除だ。連れて行き。おい、ちょっと待て。お前はゲールじゃねえか。なんでこんなところにいるんだ。なんでじゃねえよ。てめえの子分が連れてきたんだろ。それよりもこの3人は俺の仲間だ。手荒くしねえでくれよな。悪かった悪かった。おい、酒盛りの用意だ。大事な客人だ、分かってるな。へえ、親分。船長。よし、ゲール、こっちに来いよ。パッとやろうぜ、パッと。
許してくれ。